お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の伊藤、対するライオンズの先発は右の松本、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の伊藤マウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは外崎。第9球投げた、初球スローカーブ空振り。第2球投げた、ボール。投球は3球目、投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ボール。第5球投げました、ボール。さあ6球目、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番源田。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、空振り。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げた、打った、当たり損ねのセカンドゴロ、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番森。第9球投げた、初球空振り。ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。ファイターズここは引っ張りに警戒します。投げました、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、さらに伸びていく、打ったバッターは二塁へ向かった、ショートから二塁送球、森、ツーベースヒット、ファイターズ先制のピンチを迎えます。さあピンチで迎えるバッターは山川、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げました、流し打ち、切れていきます、ファール。ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。追い込んで第3球を内角、ボール。第4球を投げました、アウトコース高め、ボール。投球これから5球目、スライダー、ボール。第6球を投げました、打ちました、ピッチャーボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。伊藤ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。ファイターズまずは無得点に抑えました。バッター中島、第1球バッターの足元、第2球投げました、見送ってストライク、伸びのあるストレート。第3球は外れた、ボール。第4球を投げた、打った、これはヒットになります。中島ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番今川。第1球投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球を一塁ランナー出た、打ちました、投げた、打った、ファールボール。第5球一塁ランナー走った、打った、ヒットエンドラン抜けた、中島三塁を狙う、ヒットエンドラン成功。2回の表4点を追いかけますライオンズの攻撃、先頭バッターは指名打者栗山。第9球投げた、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を
投げました。打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、ライト交代、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番アイト。背番号53。第1球、初球外れてボール。第2球ボール。第3球を投げました。スライダーボール。次が4球目、投げました、空振り、投げました、打ちました、一、二塁間の打球、一塁へ送る、伊藤取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。第9、外角高め外れてボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、縦のスライダーはストライク、少し意識しすぎたか。第4球を投げた、見送ってストライク。第5球投げた、見逃し三振、伊藤、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって4対0です。ファイターズリードで迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で中島、第9投げた、打ちました、初球打ち、ワンバウンドヒットになる、谷内2塁回って3塁へ、中島ツーベースヒットを放ちました。今日これで2打数。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターはウー。第9投げた、ストライク。さあ次の投球、投げました、打ちました、三遊間のゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番鈴木。鈴木、背番号46。第9投げました、初球外れてボール。投げました、打ちました、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。投げました、内角高め外れてボール。さあ4球目、打った、当たり損ない、中島ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って外崎、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げました、ストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、アウトコース低めストライク、追い込んでいます。投げた、ボール。次が5球目、ストレートはボール。さあ6球目、スライダー、見逃し三振、伊藤、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって4対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは源田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げた、ボール。第2球投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番森。キャッチャー森。第9投げました、縦のスライダー、ボール。第2球投げました、低め、縦のスライダー外れてボール。第3球を投げました、アウトコース低め、空振り。第4球を投げました、外角球、空振り。第5球投げました、ボール。ファイターズここは引っ張りに警戒します。投げた、打ちました、佐藤掴んだ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番山川、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第9投げた、初球打ち引っ張った、打球はレフトの左へ、ファール。第2球ボール。第3球空振り、キレのある変化球。第4球を投げた、インコースへ変化球、ボール。投げた、インハイ、空振り三振、最後はキレのある変化球、
伊藤、最後は空振り三振で打ち取りました。4回の表が終わって6対0です。ファイターズリードで迎える4回です。ここまで2安打中島。第9球完全に外れた、ボール。第2球投げた、打ったいい当たりだ、レフトバックしていった、越えた、中島一塁回って二塁へ、中島いいバッティングを見せました。今日これで3打数の3安打。第9球投げました、初球打った、抜けた、今川いいバッティングを見せました。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の栗山。第1打席はライトフライに倒れています。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、ボール、アウトローへ。次は4球目、投げました、直球、見送ってフォアボール。伊藤、ストレートのフォアボールを与えます。第9球初球スローカーブ、空振り。さあ次の投球、低め、ボール。第3球を投げました、スローカーブ、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、佐藤交代、佐藤掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球縦のスライダー、ボール。まずはインロー、外れた、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、直球見送ってストライク。さあ5球目、ボール、内角へ。第6球を投げた、これは外れてフォアボール。この回2人目のフォアボールです。バッターは8番ブー。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げました、打った、レフトへ行った、ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9球見送ってボール。第2球投げました、内角高め見送ってストライク。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、空振り三振、バッターアウト。最後はキレのある変化球。5回の表が終わって8対0ファイターズ、8点リードは変わりません。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは殿崎、今日はショートゴロと三振。第9球投げました、打った、第2球投げた、低めの球、空振り。これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げた、1球外した、ボール。投げた、スライダー、ボール。次は5球目、打ちました、センターへの打球、今川取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番源田、今日3打席目。第9球初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから投げた、ボール。第3球3球目空振り。第4球を投げた、低めの球、見逃し三振。キャッチャー森。第9球投げました、ボール。まずは低め。第2球投げました、ストライク。ファイターズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、ボール、インハイへ。次が6球目、投げました、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。右バッターボックスには山川、今日はピッチャーゴロと三振。第9球投げた、アウトコース高め、ストライク。初球空振りから外角高め、外れてボール。第3球を投げた、打ちました、追い込んで投げた、打ちました、
センターへ飛んだ。センター前進、ヒット、中継、山川ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第1球、初球スライダー空振り。1球目空振りから投げた、縦のスライダーボール、低め。第3球を投げた、打った。追い込んでから投げました、ストレートはボール。さあ5球は5球目、打ちました。中島ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2者残塁、6回の表が終わって8対0です。ファイターズ、この回は2番からの好打順、トップバッターは中島、ここまで3安打。第1球投げました、初球打ってきた、ライト下がった、ダイレクトフェンスに当たった。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、中島ツーベース。今日2本のヒットを放っている今川。第1球投げました、初球を打ちました、ピッチャー返し、あっと抜けた。今川いいバッティングを見せ、伊藤降板、右の古川、今日2人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球決まってストライク。第2球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球はストレートはボール、外角へ投げました、低め、外れてボール。第5球投げた、インハイへ変化球ボール。さあ6球目投げた、打ちました、あっと取れない。アイトナイスバッティングです。左バッターボックスは川越、今日は三振とフォアボール。決まった、ストライク。初球空振りから第2球ボール、投球は3球目投げた、ボール。第4球を投げた、アウトコース高め、空振り、少し意識しすぎたか。さあ5球目打った、流し打ち、サードの右抜けた、中継、川越いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げた、打った、初球ファールから第2球、外角高め、空振り、タイミング合いません。第3球は打ちました、第4球を投げました、外れたボール。次は5球目見送ってボール。第6球を投げました、ボール。投球これから7球目打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、落ちました、ヒット。ライオンズようやく1点を返しました。バックホーム間に合うかどうか、ライオンズようやく2点を返しました。左バッターボックスは9番鈴木、今日はショートゴロと三振。第9球ボール、第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、4球目空振り。さあ投球は5球目、低めストライク。第6球は打ちました、引っ掛けた、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。ランナー2塁に戻ります、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球ボール、第2球カットボールはボール、投げた、3球目空振り。第4球を投げた、打ちました、佐藤、取った、サードから一塁送球、アウトです、一塁はアウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、決まった、ストライク、少し意識しすぎたか。さあ次の投球ボール、投球は3球目投げた、打ちました、投球これから4球目外れた、ボール。さあ投球は5球目打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。
7回の表が終わって10対2ライオンズ、この回2点を返しています。ライオンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは森。第1球投げた、インロー際どい球、ボール。第2球投げました、高め際どい、ボール。第3球空振り、タイミング合いません。さあ4球目、ストレートはボール。次は5球目、投げました、決まった、ストライク。第6球を投げました、ここはフォアボールになります。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第1球投げました、見送ってボール。投球これから2球目、打った、ファウルボール。第3球を投げました、打ちました、追い込んで第4球をボール。第5球投げた、打ちました、痛烈、抜けた。中継、山川ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第1球投げた、外れた、ボール。さあ次の投球、2球目空振り。投球はこれから3球目、低め、ストレートは外れてボール。第4球を投げた、打ちました、ファウルボール。第5球投げた、打った、切れていきます、ファウル。第6球を投げた、見送ってボール。投げました、高め、ボール球打った、センター右へのフライですが掴みました、三塁はどうか。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球初球空振り。第2球投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、打ちました、ヤチ、ボールを取る、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。ファイターズなおもピンチが続きます。第1球初球空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げました、ストレート見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。投げました、打ちました、ファール。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、インコース低め、フォークは外れてボール。次は6球目、投げた、ボール。第7球を投げた、アウトロー際どい球、ボール。さあ8球目、ランナースタートを切った、三振。8回の表が終わって10対2ファイターズ、8点リードは変わりません。ファイターズ、この回は上位打線から始まります。トップバッターは中島。第1球直球ストライク、インローへ、まずは見送りました。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、ワンバウンド、ヒット。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、中島ツーベースヒット、なんと5打数5安打。バッターは守備から出場の近藤。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、アウトコース高め、ストライク。第3球を投げました、打った、ショート左へのライナー、アウト、ダブル。古川降板、左の北浦、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球アウトコース低め、直球は外れてボール。決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、マシンで捉えた、センターバックしていった、ヒット、うう、二塁も狙う、うう、ツーベースヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは鈴木。第1球投げました、初球打ち流した、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。投げた、打ちました、いい当たり、センターへのフライだ、センター交代、ヒットになります。うう、一気にホームへ、ライオンズ1点返しました。鈴木タイムリーツーベース、ファイターズなおもピンチが続きます。第1球投げた、ボール。第2球2球目空振り、少し意識しすぎたか。
投球は3球目。投げた、縦のスライダー、ボール。投げた、決まった、ストライク。次は5球目、見送ってボール。投球はこれから6球目。打った、打球はセンター浅いところ、センター取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、ボール。第2球、直球空振り。第3球を投げた、打った。さあ4球目、打ちました。ご注意ください。第5球、投げました、打ちました。ショートバウンド取った。中島、軽快な守備を見せました。ファイターズ勝利目前。第1球、ストライク。ファイターズここは引っ張りに警戒します。1球目空振りから。第2球、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。森、いいバッティングを見せました。ファイターズなおもピンチが続きます。第1球、1球目ストレート空振り。初球空振りから、ストレートはボール。投げました、打った。三塁ランナーはホームへ、抜いていった。中継、ライオンズさらに1点を返しました。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、栗山今日はここまで3打数ノーヒット。第2球、投げました、ボール。投げました、ストライク。さあ4球目、内角低め、ボール。第5球、投げました、高め決まってストライク。さあいよいよあと1球、ランナー自動的に打ちました。あっと引っ掛けた、セカンド落下点、取りました。ゲームセット、ファイターズ大差で勝利しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。